出しゃっていきましょう。脱出当番。脱出って当番制なんですかね。この可愛らしい女性が当番だといいんですけれど。早速スタートでやっていきましょう。お願いします。お、スタイリッシュ。おえつが出るほど、小村がえる RPG。どんな RPG だろうね。逆に売れそう、気になるよ。鬼ぞり。ものすごいスタイリッシュなのに内容がひどい。なんだろう。あ、ポスターか。タンスがあって調べられない。おう。なんだろうこれ、1、2、3、4、5、5畳かな。ここにはあ、8213。8213。暗証番号かな。このまま入力しちゃっていいのかな。で、右側、左側にもなんかあるね。あ、開かない。これなんでだ、タンスも調べられないし。これはあー、さっきのやつかな。8213。8213。お、あ、ダメか。あ、押せ戻せる。あ、押す場所って感じかな。数字のヒントじゃないのかな。で、左側。ここはへへへへ。おなじみのやつがウィンウィン動いていますね。下の、あ、なんかあるよ。引き出せそうにない。あれ取れない。ズニュリューンって出てきて。レッドさん何してるんですか？必死にこれを渡すために。あ !17。これさっきのやつだね。これを、8213の順番で押せばいいんじゃないかな。オッケー。で、レッドさんは動かなくなってる。もうすでに息絶えてるよ。これを渡すために市長を渡り歩いてたんだろうね。これタンスなんで調べられないんだろうな。とりあえずさっきのとこ入力してみようか。ここを、8213だから8がここ。で、2、1、3。これでいいかな。お、カチャッととか聞こえたよ。ここなんで襖に鍵がかかってる。どうやってかけたの。で、ああ、ここもなかなかいいお部屋じゃない。風情があって。掛け軸があるよ。ああ、なんだこれ。ヒゲマークで。これは手鏡。何に使うんだろう。多分左、右の順番に何かを押すんじゃないかなと思うんで、左、右。で、ヒゲも一応書いて。ね、この可愛らしい字を書いて、OK! で、あ、なんかあるね。あの？お？出口？え、待って待って、これ嫌な予感する。絶対パンダ出てくんだろ、これ。あ、セーファイル1個だけなのか。いくよ。お、あれ？ゴトゴトして？ゴトゴトして？落とし穴？お、詰まってエンド。新しいな。ここを抜けるのは無理でした。なぜそこでチャレンジしなかったし。もうちょっと手前で気づくでしょ。あ、これ通れねえなって。だんだん細くなっていったのかな。これ何、左がカーテン？ん？わあ、オス鳥、メス鳥、卵、親子の共演かな。家族愛って素晴らしいですね。え、なんなのこれ、調べらんねえんだけど。何を見せられてるの俺は。開かないし、閉めることはできるのね。何なんでしょう。じゃあ、右側。おじいちゃん三兄弟。何してんのおじいちゃん。ん？ちょっとさ、瞬きもしないでこっちじーっと見つめるのやめてくれる？その死んだ目で。え、何これ、口開いてて。入れ歯とか探せばいいのかな、この口ぶりは。調べられない。あれ？鏡でも見せればいいのかな。はい、おじいちゃん、このしわくちゃの顔見て。ダメか。じゃあ、ここの隙間開く？あ、開くね。お？で、あ、右側行けそう。おお、扉めっちゃ広いじゃん、この家。わあ、レッツマジック。何？ああ、これさっきのやつか。叩く順番ってことじゃない？だから、左の方を叩かれたら右の方を差し出す。で、差し出したら左を出す。いいじゃない？で、右。あれ？ダメ？左。ヒゲの向き、あ、ヒゲの向き、これクイーンってなってんじゃん。これはさっきのヒゲは、下に向いてたから反対にしろってこと？これを。よかった、ちゃんとヒゲ変えといて。だから、一回戻って、左、右。わ、打ち放題、ストレス発散にいいわ。で、あ、間違えた。左、右。ね、本末転倒になっちゃうから、本来の目的を失って。あ！マジ？叩いて栄養ドリンクもらえるなんて。え、もっと出して、もっと出して。小銭出して、小銭。いや、札でもいいよ、札でも。早く出して、お年玉。ダメか。ドリンク、おじいちゃんたちに飲ませればいいのかな？ムキムキマッチョ目になりそうだけど。え？麦が変わったよ。何別アングルから撮ってるの？なんでこいつをさ、四方八方から見なきゃいけないんだよ。ふすまんじゃん、ここに。開かないと。下半身どうしたんだろうな。忘れちゃったのかな、どっかに。まあ、正月でね、お酒飲みすぎて、どっか駅のホームとかに置き忘れちゃったのかな。
さあ、あ、お風呂だ。ここにはわあ、いい出汁が出そう。なんで洗濯機でご飯炊いてるんだろう。まず第一にそこ突っ込まなきゃいけないのに、この入れ歯のせいで全部持っていかれたわ。え、ご飯何持っていけないの。そっか、最近の洗濯機ってご飯も炊けるんだね。家電って進化してるな。わあ、人類に進化途中の両生類かな。もうちょっとで人間になれるぞって感じなのかね。寒風摩擦までしちゃって。え、ここ他にないの。なんか、すごいいい勢いで擦ってんだけど。大丈夫それ地にならない。わ、いい、滑るようにツルッ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 って。そっか、健康第一だからね。寒風摩擦って体にいいって言うし。何してんの、猫田さん。あ、鍵があるよ。え、これ脱出用の鍵じゃないの。排水口は何もない、水があって。え、この人に栄養ドリンク持たせればいいのかな。はい。あ、ダメだ、クリックできない。ここは何もなさそうと。じゃあ、もっとあるよね。こっち側の奥とか。左側行けるね。あ、2階もある。めっちゃ広いんだけど、トイレにあ、トイレがある。え、まさかこれをはめるとかないよね。ちゃんと洗ってあげてよ。え、他にはトイレットペーパー取れない。お水流せない。え、てか、どれが誰のかわかんねえんだけど。ここはこれで脱出できないのかな。ダメか。最終的にここから脱出すると思うけど。下駄箱は開かない。上の階行ってみる。何上って上なんかあんの。上、あ、上調べられるね。上は天井。何もない天井からの落ちエンド。よかった、安定のパンダで。なぜ落ちたかって、そこにエンドがあるからさ。深いね。そこにエンドがあるんだから攻めないとね。あ、レスラーさん。ん、何、窓開かない、何もない、右側、向きを変えただけ。この別アングルから見ると何なの。右側、あ、おばあちゃん。シーンとしょ、どうしたの。入れ歯渡せばいい。はい、はまらない。はい、トメカ、鏡で美しさを磨く。トメカ、栄養ドリンクを飲ませる。あ、老婆タケリクルタケリクルってる。わあ、すごい、ローリングそばとかましていったよ。あ、え、落下エンド、こいつらクッションにすればよかったね。これはこれで、ある意味出れたんじゃね。確かにね。ある意味脱出だわな。てっきりおばあちゃんの抜けた入れ歯を持っていくのかなと思ったけど、そういうわけではないんだ。あ、椅子ゲットできた。高いところはなんかあったっけ。とりあえず入れ歯2個なんだよな。あと1個。こっち側、左側行けない。じゃ、ちょっとはめてみる ?1 回。これで、おじいちゃん、どの歯かわかるよ、これ、おじいちゃん自分の。あ、すごい嫌そうな顔してる。違うってことかな?こっちは?あれ?合わなそうな顔してるけどね。おじいちゃんこっちどう?入れ歯。ああ、合わなそうな顔してる。あ、やっぱり合うよね。だから、それぞれのものがあるってことか。だから、このやつは右側の人ってことか。はい。あ、すっぽりはまって。あと1個、どこにあるんだろう。あと1個。行けそうなところ。ここかな?これ椅子で窓割るとか?割れないか?あ、渡せた。使い方違うよ?ちゃんと教えてあげればいいの。あ、なんか落ちてきたよ。あ、これに鍵を使えってことか。出てきた。大切に保管されてた。これを、さっき左側のおじいちゃんに渡せばいいの。ありがとうございます。また水垂らして、これちょっと閉めてくるね。気になるから。じゃあ行きましょうか。おじいちゃん、ここ、左側のおじいちゃん、見つけたよ、いれば。しっくりくるかな?来た。なんで5回調したの?なんで3人揃っておっぴろげしたの?え、触ってほしいの?そういうわけではないんだね。全然無反応なんだけど。もうここも使えなくなっちゃってるんじゃない?え、大丈夫?え、なにこれ?なんで満面の意味でこっち見てんの?左側、あ、こっち側がなんか変わってるとか?あ、なんかすげえ見てる。これで、あ、変わってないか。こいつらのおっぴろげを見て、こいつらがリアクションしてるのかなと思ったけど、そういうわけではない。え、おじいちゃん、ちょっとどういうこと?あ、書いてる。ん?どういう状況?何この知的生命体は。知的かわかんねえけど。鍵。あれゲットできない。鏡落ちせばいいの。ははははは!笑ってる!あ、自分の顔見て笑っちゃったの。自分のこの状況に笑ってんのかな。どういう状況なんだ?すごいな。カエルのさ、両生類から人類に進化する過程も見えたし、新人類も見えたね。え、これでいいのかな?完全脱出はハンコが必要なはずだけど、アイテム欄に空きがねえんだけど。このままいける?よっ。あ、いけた!で?おー、美しく脱出しました。脱出エンド!イェーイ!あっ!
しかも完全なんだ。じゃ、今回はハンコがいらないってことだね。はい、というわけで脱出当番。当番とは一体何だったんでしょうか。入れ歯の当番制だったのかな。難易度的にはめちゃめちゃ簡単だったね。すっげえサクサクいっちゃって、メモ用紙もまだ1ページも使わないで終わっちゃったんですけれど、見事脱出することができました。今回面白い登場人物が多くて楽しめましたね。あのマジシャンは一体何だったのか。タンスに詰まっているあの人の顔は何だったのか考えたら負け、そういうことなんでしょうね。脱出ゲーム初心者の方にもやりやすいゲームだと思いますので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。